電話もなく突然家に来るなんてなんだろう。だんだん叩いてる。血圧下がってます。 CCU の村田先生よ、ご家族にも連絡して。どうして昨日遊んだの？友達だもん。知らないの？友達は一緒に遊ぶんだよ。お前と友達になったつもりはねえわ。あやー、来た来た来た。あー痛い。頭潰される。頭潰される。なんかいる。はっはっぷうえー、これミスったかも。ここゴール。はい、こんばんは、島津です。ユオニやっていきたいと思います。で、次のターゲットはミキオっぽいですね。これを見てる限りだと。そう、有識者。有力者のね、子供みたいなんですよ。だから、なんつうのかな、リーダー格的なね、存在に当たるんですね、ミキオは。はい、それでは、ついに前人未到の第3章突入していきたいと思います。次こそね、ツーンをね、こう、ギャフンと言わしてやる。友達のね、縁を切ってやりたいと思います。昨日の夜は眠れなかった。次に、目を開けた時には、あの夕日があるかもしれない。不安で目を閉じられなかった。布団に入ってずっと起きているつもりで、片目ずつ閉じて頑張った。でも結局は寝てしまっていたらしい。いやーもうね、気づかれしてるんですよ、向こうの世界でね。飛び起きて窓から入り込む白い光を見てホッとすると同時に力が抜けた。大丈夫だった。何もなかった。でも明日は、今日の夜は、不安でいっぱいですね。ユウオニに負けたらどうなるんだろう。私はまだここにいるの。背筋が冷えて震えた。扇風機の風が湿って熱いはずなのに。階段を降りるとお母さんが兄弟で髪を整えていた。あら、起きたの。私に背を向けたまま、お母さんが時計を指さす。もうお昼よ。ずいぶんゆっくり寝てたわね。鏡に映るお母さんの顔は、すでにお化粧を済ませていた。日曜だからって寝すぎちゃダメよ。そう言ってお母さんが優しく笑う。ほっとした。機嫌がいい時の笑い方だ。普通だったら笑って済ませてはくれない。お母さん出かけるね。夜遅くなるから夕飯は一人で食べてね。そう言ってお母さんは普段は使わないおしゃれな財布から1000円を取り出した。お父さんがなかなか家に帰ってこなくなってから毎週のこと。手渡ししてくれるだけ。今日はマシだった。そう、マシだったから。お母さん、私ね。私は間違えた。ツンのことを相談したところで真に受けてくれないって分かってるのに。しかもお母さんが出かける直前なんて。愛ちゃんの家庭環境もちょっとどうなんだろうね。お母さんが毎週出かけるって言ってるけど。なあに？また問題起こしたの？お母さんの顔は笑っているけど全然笑ってない。バカな私は自分がまた間違えたことにやっと気づいた。ごめんなさい。何でもない。大丈夫なのね。口をつぐんだ私にお母さんが確認をする。問題ないのにお母さんを呼び止めたの。ごめんなさい。まったく、学校の人にもそうやって話しかけてくれれば困らないのに。うん、ごめんなさい。私の返事を聞いていたかどうかわからない。お母さんはすでにドアを閉じていた。本当に今機嫌が良かっただけであって、普段はね、こんな感じみたいですね。誰？家のチャイムが鳴ったのはお母さんがいなくなって2時間ほどしてからだ。うーだん、あーそぼー。聞こえてきたのは私のあだ名を呼ぶさえちゃんの大きな声だ。さえちゃん。さえちゃん大丈夫だったみたい。さっきのお話に出てきた子なんだけど、さえちゃんは行方不明になってなかった。もう罰しちゃったよ。消えたんだろうって思って罰しちゃった。どうして家に？
すぐに連絡網だと気づいた。学校が急に休みになった場合とか、連絡を回す順番を書いたプリントにはクラス全員の電話番号と一緒に住所も書いてあるから、再びチャイムが鳴らされドアがノックされる。電話もなく突然家に来るなんて何だろう。心当たりはヒロムくんに関係したことだけれど、それにしても楽しそうな声をしている。うるせえが、ちょっと黙っとけ。迷惑だぞそれ。その呼び出し方、分かってるか、気づいてるから、もういい加減黙ってくれ。迷っている間にもチャイムが連続で押されドアが叩かれる。開けなければドアを壊してしまいそうだ、うん、そんな勢いだよね。これさ、さえちゃんの声した、うん、すんじゃね。あ、ほらほら、目がおかしいもん。目がおかしいもん。え、て、待って、あの、手見て。怖っ。やっぱさえちゃんやられてたもん。うん。怖っ。急になんか、ホラー要素がね、増してきましたね。おいーす。この時代、あれですかね、ドリフターズ流行ってたんですかね。90年代のね、お話です。時代背景としては。ニコッと笑うさえちゃんの顔は、包帯とガーゼに覆われていた。顔だけじゃない。両腕もダボダボのシャツから、覗く、胸元にも、男の子向けの半ズボンの下の太ももにも、ところどの包帯もところどころ黒く汚れている。血が吸い取られて固まっているんだ。その場で固まった私に、さえちゃんは包帯の下から笑いかける。ウーダンに一番に見せてあげようと思って、そして腕の包帯をほどいた。ガラスだよね、これ。ガラス刺さってるよね。口を押さえた手の中で短い悲鳴が漏れた。腕には無数の鋭い金属が刺さり、恐竜のようになっていた。爪も鋭いよね。爪ってかっこいいやん。だからつけてみた。まっすぐに伸ばされた指先はパンパンに腫れ上がっていた。これ爪の中に金属刺してるってことだよね。カミソリだって、カミソリ。いやー、あの、拷問ランキングの中でも上位に入るんですよ。爪の中にあの物を差し込むっていうのは。そう、腫れるわね。うわ、いやいや、気持ち、いや、痛くなってきた、自分の指が。指の、爪の部分が。ちょっと今、ゾワってしてる。爪の隙間にカミソリの刃が差し込まれ、吹き出した海と血でドロドロに光ってる。結構前から刺してるってこと？こうやってな、全部切り裂けるんよ。さえちゃんは腕を勢いよく振り下ろした。カミソリの刃がキラリと光って、飛び散った汁が顔に張り付いた。海が、うわーやー。ねえ、かっこいいっしょ？固まった体を必死で動かし、何度も小刻みにうなずく。汚れた包帯の下で、さえちゃんの目がパーッと輝いた。本当に輝いてるよね、これ。これは。うん。せやな、愛ちゃんわかってる。さえちゃんは満足げにそう言いながら、頭にもな、角つけてん、と。頭につけてる。今度は顔に巻いた包帯に手をかけた。いや、見たくね。あれれ、さえちゃん。遊ぶんなら僕も混ぜてよ。聞こえてきたのは早口なヒロムくん。ああ、ツートップ来た、ツートップ。ツンに狙われたであろうツートップが来ました、皆さん。助かった。そう思えたのは一瞬だけだった。そう、忘れ、バット持ってる。ヒロムくん。ヒロムくんはズボンを履いていなかった。履いてないの。大きく破れたシャツの隙間から、黒いあざがいくつも見える。顔もひどく変形していた。目は黒く腫れて塞がっていて、口と鼻には生乾きの血がこびりついたまま。見ただけじゃヒロムくんとわからないくらいだ。そして両手に持たれた金属バット、二刀流みたいです。金属バット、確かにもう一本見えるわ。うん、右手に2本ともボコボコにへこんでいて、1本は真ん中からぐんにゃりと曲がっている。一体どれだけの力で何を叩けばあんな風になるの？これやってきてない？2人とも親と家族か。家族をね、やってきてそう。
絶対やってきてるこれ。あれ？何何？腕どうしたの？腕かっこいいっしょ。さえちゃんが腕を振る。1回2回、その度にひろむくんの額がフルフルと震えた。超かっけえ。金属が埋め込まれたさえちゃんの腕をひろむくんの指がなぜる、撫でる。切れた指から血が垂れてさえちゃんの腕に何本かの筋を作った。二人とも全く気にした様子はない。待って、山椒から劇的に変わりすぎだって。ホラー要素すげえぞ。おかしい、二人ともおかしい。いやもう見てわかるよ、見てこれを見ておかしいって思わない人がおかしい。頭がグラグラと揺れている。喉の奥に、酸っぱい塊が駆け上がってくる。二人とも暇ならモグラ叩きに行かない？町に行ってモグラを探して叩くんだよ。やっぱ叩いてきたね、本当に。物理的に叩いてきてるわ。面白そう。ウーダンも行くよな。二人が私の方を見た。心から楽しそうな笑顔で。私は玄関に飛び込むと急いでドアを閉めた。よく閉められたな、この状況で。いや、突き破るって、だって金属バット持ってんだよ、マジで。うん。金属バットあれば破れるだろう、これ。ドアが叩かれて揺れる。どうしたの？って、私を呼ぶ声が聞こえる。指が震えて、ドアにチェーンがかけられない。いや、かけなさい、かけなさい。もしかして、かくれんぼがしたいんじゃない？じゃあ、私が鬼ね。僕も鬼したい。ドア越しに二人の話し声が聞こえる。その前にウーダンに出てきてもらわないと。おおおドン。大きな、衝突音とともにドアが揺れて、空いた隙間から光が入り込む。蹴破られたよ。そうだね。破られましたね。ドン、ドン、ドン。二人の笑い声が一旦遠ざかり、また近づく。ドン。やばい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 。ちょっと待って、もう俺今言葉を失ったわ。二人が体当たりしているんだ。家のドアは外開き。鍵はかけた。それにチェーンまで。あ、チェーンもかけたんだ。ぶつかっても開かないはずだ。開いたな、これ。ひときわ大きな音とともにドアが大きく歪んだ。ドアは外れていないけど、ドア枠に収まらないくらい曲がっている。見つけた。さえちゃんが隙間から手を差し込もうと腕を伸ばす。その背後からひろむくんが走ってくるのが見えた。止まることなく肩からドアへと衝突してくる。私は逃げた。2階の自分の部屋に飛び込み、机を引きずって入り口を塞いだ。外から私を呼ぶ声が聞こえる。まだ2人の笑い声が聞こえる。こんだけ大きな音してるからさ、近所の人来てもいいんだけどね。来る気配がないですね。布団の中で、強く耳を塞ぐ。二人の声が鈍くなり遠ざかる。息の音、心臓の音、流れていく血の音。私に聞こえる音はこれだけ。そう言い聞かせる。何も聞こえない。他には何も。また来た。夕方じゃないの。ああ、そうだよね。夕鬼って確か夕方に発動するんじゃなかったっけ。さっきのさえちゃんとひろむくん。二人がおかしくなったのはツンのせいだよね。出てくんじゃね？ここに二人とも。もしかして夕鬼に負けたから。あ、負けたら私も。そうだと思うよ。あ、最初のところに来た。いやーなんか出てきそうだね、二人ともここに。出てくっかな、二人とも。怖いよね。バット持ってんだよ。もう一人はカミソリだよ、手に。なんかイベント。いない？ツンいない？どっか今、声聞こえた気がする。どうだ？いた、いた、いた。やっぱね。あれ？これホース飛んじゃない？違う。なんかね、無造作に置いてあるから取るもんかと思ったけど。危ない危ない危ない。危ねえ。あいつだ。やつ。やつがいた。あの音はやつ。
あの音はね、こっち行けないのか。ああ、塞がって通れないんだ。わあ言ってるもん。え、違うかも、これヒロムくんじゃない？ヒロムくん？いや、普通の影だな、これ。お、危ねえ。二人いた。ああ、びっくりしたわ。あ、そういえば影叫んでたな。叫ぶ影もいたんだった。もうさ、さっきのさ、見ちゃってるからさ、めっちゃ警戒してましたよ。聞き慣れない声だなって思って。多分左行った後右行くから、自分は、そうだね、左の方に行きましょうかね。あのね、ごめん。この前の動画でね、目が見えないって言ってたんだけど、そう、少し見えるんですよね。近くに来られたらね、バレちゃうんだよね、見えて。ただね、遠くからだとね、気づかれないんですよ。これちょっと待って、まずかったかも。いける？いけるいける。オッケー。開かねえのかい？もうこれ、ここだな。はい。いけいけいけ。怖っ。鳴らしたくない。あ、やばい。ツン、こっち来んだった。ちょっと待って。状況は？とりあえずこっち。ここ行けるかな？非常口。開いてる。学校だ。なんでさ、夕方じゃないのにさ、発動したんかね。あの二人が強制的に引き込んだ可能性がありますね、これ。おお、危ねえ。頭突きしてる。やめな。頭打ちすぎると脳細胞が死ぬからバカになっていくぜ。今度は教室かな。ちょっと距離が近い、これは。距離が近いから離れたところから入った方がいい。バレちゃう。こっちはいけないんだよね。つまり、あ、鍵かかってるっぽい。とかな。入れる？入っていいのかな？ 4 人いる。前方は先生かな。はい。多分、前方にあるんでしょうね、鍵が。ちょっと休憩しながら行こう。何？一旦下がって、OK。はい。開いた。今、キーって聞こえたから、そこが開いてるはず。はい。どう？開いたね。よし。バレた。しまった。今、深く息を吸ってスタミナ回復させようとしたんだけど、バレちゃったわ。扉越しでもね、気づかれるみたい。危なかったな、今。あった。やつがいた。やつがいた。これは。そういうことね。今行ってるから、今うちに入って。OK。急げ。セーフ。あ、ちなみにね、このゲーム、裏エンディングがあるみたいなんですよ。一回クリアしないとね、そっちの、条件に行けないみたいなんですけど、かなり難しくなってるって言ってたんで、まあ、皆さんもね、自分よりか早くクリアとかできたりしたら、ぜひ挑戦してみてください。また。ちょっと見知らぬとこだね。初めて来る場所じゃない？ここ。だね。初めて来る場所。この電話。懐かしいよ、みんな、この電話。今の子たちはね、これ知らないと思う。壁掛けのね、電話ってあったんですよ。昔。旅館とか、そうだね。自宅にもあったかな。あるところにはあったんですよ。わーい、いいもん見たね。懐かしい。おほんと、困った患者。患者？今回はあれだね、みきおくんの、そうだね、家庭の裏側とかではないですね。病院の話になりました。これおそらくツンのこと言ってんじゃないかな。
1話目でもね話したんですけど、確かツンは病院に入院してたんじゃなかったっけ。もともとはね。いや、おお、集まってる人形たちが井戸端会議してますよ。次ね、誰が燃やされに行くかって相談してるんだと思います。いや俺嫌だよ、まだちょっと燃えたくないわって。お前行ってこいよってね。まあそんな相談をしてるんだと思うんですけど、よく見たら4体首がないですよね。4体首がないのは何を表してるんだ。あれかな、逆に今2体燃やしたから2体分の頭のある人形がここにあるんですかね。どんどんね人形を燃やしていけば、またこういった場面が出てきてね、頭の数が増えていくのかもしれない。かもね、かもね。首なし4体と、首あり2体で井戸端会議中です。まあなんつうのかな、もう慣れてきたせいかね、可愛く見えてきました。最初キモいとかね不気味とか言ってた記憶があるんですけど、もう慣れた、もう慣れてもうた。あー、いたいたいた、やつがいた、バカが。ほっ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 ほ、ぶで、あ、走っちった。あ、あ、ちょっと走っちゃったんだよね。あ、大丈夫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 、よかったよかった。今ちょっと走っちゃってバレたみたい。あぶねえ、怖い怖い怖い、大丈夫。うっ、痛いよー、潜りたい潜りたい、痛わ、見えんかっただけで痛わ。はぁ、あ、消えた。あんな消え方すんの、初めて見た、この消え方は。お、お、消えた消えた消えた、あ、消えた、ラッキーラッキーラッキー、開かない。なんでやねん、なんでやねん、なんでやねん、お前、もう嫌だ嫌だ、なんでお前そっちにいんのよ。え、またあっちに行くってこと。いや、徘徊しだした。次は、いやー、厳しいな。あー、今のタイミングだ、これ。今のタイミングでいけるわ。もう遅い、もう。理解し、オッケーオッケー、わかったわかった。理解した、理解した。私は全てを悟った。よいしょ。あ、でも見えねえんだよな、これ。賭けだよね。賭けだよね。ヘッドホン頼りにしてるぜ。ヘッドホン、足音頼りに してるぜ。拾ってくれ。散々今までエイペックスで、ね、索敵してきただろう。大正解。あ、バレた。ほう。いやいや、詰んだ。あー、頭クラッシュ。頭クラッシュ。バーカ野郎、バーカ野郎。次はあの作戦で行こうか。バレない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 。入った瞬間、入った瞬間、あ、なー、早かった。でここで今一気に開けて走る。で隠れる。わあ、来た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 。よし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 。よし。経験豊富なんでね。何回かすればね、導き出せんですよ。痛い、痛い。で、今のうちに、なんでバカ。嘘。これでなんか起きんじゃね？これでなんか起きるんじゃない？あ、閉まってるぞ、的なことで、イベントが。いや、引き返したね。こっち来るんじゃなかったんかな？ここ開かないもんね。ここ開かないし、ここも開かなくなったし。こっちかな。
ルートはこっちで合ってるっぽい。今回はおそらく。ほらツンがいた。いなかったもん、さっき。いなかったっていうか、うん、オッケーオッケー。一周してマコか。バカン、やっちまった。話せ、バカ。来るぞ、やつが来るぞ、やつが来た。あ、はい、イン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 。病院来た、病院来た。で、いる。あー、ここか。外れた。こっちじゃない、こっちじゃねえわ。あ、いたいた。また覗いてた、そっから。このさ、覗いてる子たちってさ、ねえ、ついにゲームで負けた子なんじゃない？ああ、挑戦者だっていうので、覗きに来てるのかもしれない。いやー、いるいるいる、やつがいる。お、大丈夫だった？ああ、今のバリンっていうのは別んとこで鳴った音だ。俺、詰んだかと思った。OK。あれだ。走れない。バレた。いったん！おお、大丈夫？だんだん叩いてる。血圧下がってます。シシフの村田先生よ。ご家族にも連絡して。除細動中。急いで。聞こえますか？坂下さん、聞こえますか？坂下さんだって。坂下さん。入ってない。あれ？鍵かかってるって取り行かんといけないんじゃない？これ。大丈夫なんだよ、こいつらは。こいつらは安全。うん。頭をぶちつけてるだけっぽい。ここ行けそうなんだけどな。オッケーだね。今のうち見つけないといけないんだけど、どこにあっかな。あった。取って、取って。病院の鍵の束を拾った。複数の扉が開けられる。 OK。 あ、あぶねえ。その子に気づかれたらやばかったね。足音、よいしょよいしょ。やつ取りましたよ。あー、人形あった。じゃあ、3つ目取ります。雪菜はなんで俺たちんとこに入ってきたんだよ。遊びたいって言うから入れてるけど遊ぶ気ないよな。宇田にくっついて面倒見ている気になってんじゃねえかな。みきおくんがいじめないように見張ってるって本気かよ。いじめそうなのはどっちだっつーの。まあ別にいるだけならいいけど、宇田に俺らの悪口言ってたら迷惑だな。雪菜っていうのはあのおっとりしてる子ですね。3本目の動画で、なんでね、私と一緒に帰ろうって話したのに急にいなくなったのっつって怒ってた子。あれがゆきなちゃん。愛ちゃんは、喋りたくても喋れないから、人の前であまり。だから、まあ、そうだね、みきおくんからしたら悪口を言うなら、悪口を聞かせるなら、持ってこいって思ったんでしょうね。でも今回みきおくん出てきてないんだよな。私の名前、それにゆきなちゃん。これはみきおくんが考えていることだとしたら。で、どこ行くの？っていうか今回誰が出てくるんだろう。お医者さん？ねえ、どこ？どこにいるの？ああ、ああ。なんで逃げるの？明らかに。ああ、
これも目玉なんだね。いや、ちょっと待って、手があったぞ、手があった。手があった。うん。これ、ヒロムくんだよね。サエちゃんの声じゃなさそうな気がする。もう一回見ようか。進化したかな、アンメン玉。てか、これ、どっから脱出すればいいのかな。来た来た来た。どんな感じ？あ、そっから来るんだ。手があったんだけどな。あ、これあれだ。アイちゃんの手だ。うん。回復させて走る。これは、誰だっけ？ごめん。パニック。これは、サイちゃんだね。今の声は。来てる、もう来てる、もう来てる。あ、しまった。あ、ミス。あー、詰まった。詰まった。あ、手あるやん。あれでしたね。目ん玉にも手がありましたね。よく見たら。で、こっからスタート。で、こっち。はいはい。回復。回復。来たー、来た来た来た。ゴール、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 ゴール。ここ、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 ここや、ここや。ちょっと、まだ、まだあった。どこだったっけ？ここ？ここだ。ここで合ってて。あー、来た、戻ってきたぜ、生還。生還。あー、疲れたー。いや、むずい、むずい、むずい。焦っちゃうよ。じゃあ、燃やそうか。今回、みきおくんは出てこんかったけどね。どういったことになるでしょうかね、みきおくんは。燃えろー！ジュッと。間に合った。あの人形を取ってきたときに聞こえた声。あ、もしかしてここはみきおくんの心の中。じゃあ、昨日までの場所は誰の？心の中か。はい、というところで本日のユーオニはここまでにしておきたいと思います。まさかのね、ホラーがね、まあ、倍増した回でしたね。まあ、痛々しい姿になってしまいました、二人とも。果たしてミキオくんはね、無事なんでしょうかね、今回。他の子たちに比べると、家庭環境についてね、特に悪い点とかはなかったっていうか、まあ、ミキオくんの、ミキオくんに関しては全く出てこなかったと言っても過言ではないので、ミキオくんはおそらくまた無事なんじゃないかなと思います。それでは、次回のユーオニもまた見てやってください。島津のユーオニになりました。失礼させていただきます。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。